はい、今日もですね YouTube の視聴様よりご質問いただいております。先日初めてこうホットワックスをしてこう滑ったら抵抗なくスルスル滑れました。ただ前日ですねお店のワックスのみで滑ったらすごい抵抗があって全然滑れませんでした。気合でなんとか滑りました。気合で滑りました、はい、こんなにホットワックスだけでこう滑りやすさって変わるんですかってご質問いただいてますのでこちらについて鍋さんのご意見よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。まずわからないのがそのお店のワックスってどういうお店で施してもらったんですかね、そのワックスを。そうです、お店の方でワックス済みの板だったみたいです。あ、なるほど。その新品の状態で、はい、ワックス処理をしてもらったみたいな感じかな。はいはい、でなんかちょっとこれじゃダメだと思って翌日はホットワックス購入してホットワックスをかけたらすごい滑りやすかったっていう。それはあなたが上手だったからです。もうねお店屋さんのことを言うとその、まあ、トラブルでいけないんだけど、はい、その売ることが主のお店屋さんというのは、はい、そこまであなたの言葉で考えられてないと思うんですよね。はいはい、うん、それはなぜかって言ったらまず売らなあかんからっていうところだと思うんですよ。はい、その板を育ててお客さんにお渡しするわけじゃなくて、はいはい、うん、もうあとは自分でやってくださいってことだと思うんですよね。はいはい、うん、まあ、そういうふうに単純に切り替えたらいいと思います。うーん、だからそこまであなたのことを考えてないと思います。それは、はい、それは申し訳ないけど、はい、ワックスは一応塗ったよねっていう段階だと思います。はい、うんうんうん、これでいいでしょっていうことだと思うんですけど、はい、まあ、そう言っちゃうとそのまたそのお名前が出てないのでお店の、はい、まあまあなんですけど、はい、それはご自分が上手だったと思いますよ。うんうんうん、それは自分の痛いからちゃんと愛情込めてできたと思うし、うん、まあ、ホットワックスじゃないものが塗ってあったのか、はい、ホットワックスでもただ単に塗りっぱでやったのか、はい、その場合によると思うんですよ。で、その、はい、そのホットワックス自体も安いただ単にこう上にこう塗っただけみたいなやつなのか、はい、滑りにくいワックスだったのかもしれないし、うんうんうん、だそれをまあ剥がしちゃって、はい、気合で滑ったらちょっと笑ったんだけど、それを剥がしちゃってブラッシングして、はいはい、まあ、違うワックスを上に入れてあげればよかったのかもしれませんよね。うんうんうん、だからもうこれで自分が買ってきたワックスが滑ることが分かったんだから、まあ、ある雪に関しては、はいはい、ということで、まあ、それをしばらくは施してそれでも滑らなくなったらこの雪に合ってないってことなんで、はい、またワックスを変えたりとかすることも楽しみになっていいかなと思うんですよね。うん、まあ、最初はみんなそんな風かなと思います。確かにこの経験生かしてもらって、そうですね、はい、まあ、所詮一言みたいな話があるので、はい、売った時には、はい、お金をいただければっていうのがあるので、はい、そういうのがあったのかなと思うんですけど、うんうん、まあまあ、自分で加工していくべきだと思います。そうやって自分で、なんか自分のものやから滑った方がいいと思うから、はい、愛情込めてやると思うし、うんうん、まあ、それでいいかなと思うんですけどね。まあ、そこまでやってくれればありがとうっていうところだと思います、うん、お店さんには。はいはい、うん、分かりました。じゃあこのホットワックスの気づきを得て今後も、そうですね、はい、愛情を添えていただけたい。そうそう、なのでいろいろ試してみたりとかすることがこう想像力がまた膨らむじゃないですか。はいはい、今度は明日の雪はこうかみたいな、このワックス塗ってみようかなとか、はい、っていうのをやっていかれればいいかなと思いますからね。どん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 発展されると思うんです。それ楽しいですね。分かりました。うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければまたその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。おかげさまで多くの方に板が走るようになって滑りやすくなったとお喜びの声をいただいています。板のチューンナップでお悩みの方はお気軽にご相談ください。チューンナップへのこだわりについて説明欄の URL よりご覧いただけたら嬉しいです。スキースノーボードのベースワックスをしっかり行いたい方、走る板を作りたい方へサーモバッグのキャンペーンを行っています。柔らかいワックスを板に浸透させて板を走る状態へします。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。スキー・スノーボードの板を大切に使いたい方はホットワックスがおすすめです。
これからホットワックスを始めたい方のエントリーモデルや、もっとしっかりとホットワックスを入れていきたい方のエキスパートモデルの用意がございます。詳しくは YouTube の説明欄よりご確認ください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。